なんだ、この前のジョーちゃんか。こんな場所で会うとは、どんな偶然だな。お、拾ってくれてありがとう。いえいえ。怪しい人、記憶を奪った犯人もしかして恋人誰のいやいやいや、ハルト君しかおらんやろ。あ、待て、あ、わわわわわわあわわわわあわわ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 、どう？ああ、返せ。お時間です。部屋にお戻りください。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ボルモー、続きこれやっていこうと思います。いやー、面白すぎるなんか一本のさ、小説とか映画を見てるような感覚になりますよね。監視ができますよ。よし、言いました。なんだろう噛んだ。何送ったっけ。あ、え、何送ったな。あ、CD ちゃんと飾ってあるね。何送ったな、何送ったのか全然覚えてらんじゃけど、ちょっと時間空くと。あ、反応がないってことはそんなに好きじゃなかったんだね。了解しました。パンツしかやっぱパンツ屋さんになり下がっとるやん。 OK。 お姉さんに何かあったのか。いつも静かだな、ここは。あれ、棚と棚の間に何か落ちてる。棚と棚の間に何か落ちてる、どういうこと。手帳、そんなものが落ちてんの。誰か拾うでしょ。あ、写真がある。誰のものだろう。ずいぶん使い古されている感じだけど。何か挟まってる。ハルト君、ハルト君。え、待って、ちょっと見えない。あ、ハルト君。え、でもなんかさ、白衣みたいなの着とらん。え、研究職やったと。まあ、頭いいけんね。勝手に人の手帳を見るのはあれだけど、ちょっと失礼して言ってること矛盾してんのよ。女の人。え、ちょっとアップしてくんないかな。よく見えないな。それと、なんだろう、この走り書き。お、ベアトリーチェ。え、黄金の魔女ベアトリーチェ。おっと、そこまでだ。誰。ああ、お前かい。ん、なんだ、この前のジョーちゃんか。こんな場所で会うとは、どんな偶然だな。お、拾ってくれてありがとう。いえいえ。怪しい人。この手帳は俺のだ。なくしたと思って困っていたが、まさかあんたに会うなんてな。運命ですかね。ちょっと嫌だな。おっと、怖がらなくていいさ。この前は話の途中で水を刺されたが、俺はフリーランスで記者をしている。まあそうだね、そんな気はしてた。わけあって20年前にこの島で起きた事件を追ってるんだ。20年前に起きた事件は、ハルト君が関与してるのかな。20年前の事件。そうそう、あんた、キサラギハルトって知ってるか。知ってます。あ、なんだ、そっちは知ってる顔だな。え、なになに、ハルト君が何かあったのかな。まあいい、俺も余計な詮索はされたくないんでな。そうだな、何か聞きたいことがあったらここに連絡しな。もちろん、ただでは渡せないがな。あんたの持ってるネタと交換だ。あ、金じゃなくて物々交換なんだ。手帳、拾ってくれて助かった。じゃあな。おお、なんか渋いね。どうしてあの人、ハルト君の名前を。って、あれ、そこに落ちてるのはさっきの写真。え、わざと落としてったのかな。慌ててたみたいだから、落ちたのに気づかなかったのかな。そんなことないでしょ。とりあえず拾っておこう。 OK。 まとめますと、収容所を調べてるっていう例の男の人、記者なんだって。どこで聞いたんだその話。もしかしてまたその男に声かけられたのか。え、大丈夫だよ、ちょっと話しただけ。それならいいけど、それでその記者とは何か話したのか。それがなぜかその人、ハルトって知ってるかって聞いてきて。俺を。うん、その記者の手帳に気になる言葉があって、ベアトリーチェって。ベアトリーチェ、人の名前みたいだけど、俺と何か関係あるのかな。この件についてはまた面会で話そう。なるほど、これで面会に行けるんだ。で、面会の予約と。はい、行きます。さあ、面会の日ですね。面会開始。
お待たせ。うん。どうした？ぼんやりして。考え事？ああ。ベアトリーチェのことかな。あったあったあった、頭痛い。大丈夫か？大丈夫？頭痛？あ、大丈夫。ああ、そうか。まあ大丈夫って言うなら大丈夫なんだろうけど。君が会った記者とそのベアトリーチェっていう言葉について考えてた。なるほどね。ベアトリーチェって海外では女性の名前なのかな、それとも男性の名前なのかな。少し休んだ方がいいかもね。脳が悲鳴を上げてるのかも。無理しないで。あー、少し休んだ方がいい。無理に思い出そうとして負担がかかってるのかもしれないし。ありがとう。休んでる場合じゃないんだけどな、本当は。まあでも焦ったところで記憶は戻らないからね。余裕がある方がいいよ。最近また増えてきたんだ、こういうの。こういうの？ベアトリーチェのことを聞いてから頭の隅で何かが引っかかっている感じがする。おお、なるほどね。その記者は何か言ってなかった？他に。何も言ってない。なんかやっぱこっち側からネタを提供しないと多分もらえないと思う。ううん、何も。そうか。ベアトリーチェって一体何なんだろう。人の名前かな。まあ人の名前だったらもしかしてハルト君の元カノ。ちょっと嫉妬心メラメラですけど、元カノですか？俺と何か関係のある人物の。そうだな。まあまだちょっと情報が足りないな。記憶を奪った犯人？もしかして恋人？誰の？いやいやいや、ハルト君しかおらんやろ。誰ってハルト君の？俺の？想像つかないな。あ、そう？あ、そうなんだ。あ、まあまあまあ、じゃあ違うのかもしんないね。そう？可能性はゼロじゃないと思うけど。なんでそんなこと言うの？今めっちゃ安心したのに。ゼロじゃないと言われてもいまいちピンとこないし。そうか、じゃあいいね。そういうことにしとこう。私たちだけで考えていてもベアトリーチェが何かを分かりそうにないね。そうだな。元気出してハルト君、あの記者さんに連絡してみる。まあこれが一番いいんじゃないかな。多分危害を加えるような人ではないと思う。怪しいけどね。あの記者さんに連絡してみる。え？私あの記者さんに連絡先をもらったの。だからあの人が調べてることについてもっと詳しく話を聞いてみる。でも平気なのか？大丈夫だよ、ちゃんと護身グッズは持っていくし。わからない。でもハルト君について何か知ってるのは確かだと思う。ありがとう。いいえ、ハルト君のためならえんやこらですよ。それが可能ならその記者と俺も何とかして話ができないか考えてみる。てかその記憶を取り戻すためだからさ、施設側に行ったら協力してくんないのかな。俺の過去についてその記者が知っているなら会ってそれを確かめたい。会ったら何か思い出すかもしれんね。今まで目を閉じて耳を塞いでいたばかりだったけれど、頼めるかな。任せてください。私に任せてくれ。頼ってもらえて嬉しい。話が来たらすぐに連絡するね。任せて。大船に乗ったつもりでいてくれ。君の方は飛んだ泥船に乗ったな。それ笑っていいの？それちょっとなんか微妙なんですけど、笑っていいのか分かんないな。ごめん、こんなことに巻き込んで。巻き込まれたつもりはないよ。こっちから巻き込まれに行ってるから。でもありがとう、本当に。いいえ、その言葉だけで十分です。うん、後で記者さんに電話をかけてみるね。危ないと思ったら深追いしなくていいから。了解。まあ安全第一にやっていきますんで安心してください。その記者が何者なのかまだわからないし。まあ怪しい風貌ではあったけど、多分真実を求めてるだけで悪い人じゃないと思うよ。あ、それと、うん？
これ記者に会えたら聞いてほしい。え、何？え、今の何？指で書いた？え、何を？え、何それ？わからない、急に頭に浮かんだ。ちょっと待って、覚えれないんだけど、もう一回やって。なんだろう。え、 V サイン？え、何？こう、こうでしょ。ちょっと今自分でもやってるけど。え、あ、 N か、なるほどね。あ、そうか、そっちだと逆か。うんうん。だとするとこっち。え、むずゲロムズ。ああ、そっち。 N だと逆さだし、 Z でもないし、鏡文字にでもなってるのかな。まあそれをちょっとやってみるよ多分怪しい男もはって言われるかだろうけど、やってみるよ。うん。あとはロシア語の E とか全然わからないけど、ロシア語。確かになんかロシア語っぽいそれ。さっぱりだね。君の向きから書いてもらえる？俺に合わせて。了解しました。あ、うん、ちょっと待って、覚えてないんだけど。え、できるかな。用意はいい？え、待って、緊張する。いいよ、 OK。 あ、待って、あ、わわ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 。どう？そう、その形ちょっとなんかマリオみたいな悲鳴が出ただけなんだけど、大丈夫かな。何か思い出そう？全く。まあ無理はしなくていいよね。うん。でも覚えた。多分こんなんだったよね。オッケー、大丈夫、覚えたよ。すごいなすごいな、記憶力。私ダメだわ。あ、怪獣、また邪魔する人の顔だし。面会終了のお時間です。もう時間か。延長します。じゃあさっきのことをよろしく頼むよ。え、延長は？あ、わかった。延長今日ないの？どうしよう、もう少しハルト君と話しますよ。話します、もちろんです。オッケー。刻印は過ぎていますが、彼の記憶を戻すのに役立つのであれば見逃しましょう。君絶対金もらったやろ。いいんですか？いいか悪いかと聞かれればよくはありません。恋人や家族と面会するわけではないのですから、要件は簡潔かつ手短に頼みます恋人になるかもしれんやん、それは。わからんやん。面会延長。怒られた？いや、全然。え、何？そっちに声届いてない全然怒られてないよ。うん正直やな。そういえば頭痛は平気？ああ、それならもう平気。本当に一瞬だけだったみたい。本当に？大丈夫かな。よかった。恋人や家族か。うん。少し聞こえた。あ、そっか、そっち側にあんまり声届かないんだね。そういえばそういう人たちが今まで訪ねてきたこともなかったなって。ああ、もしかしたらその収容されてることすら知らない説もない？俺にはいないのかも、そういう人。だったら私がなるよ。急にいなくなってきっと心配してると思う。思い出していないだけだよ。秘密情報が関係してるから会えないのかも。あー、もうこれじゃない？この収容所自体、こんな島に建てられて人の出入りも厳しく制限されてるみたいだしね。優しいんだな。いやいやいや、多分そうだよ。ありがとう。いえ、とんでもないです。ハルト君のこと、きっと外で待ってる人がいるんだろうな。恋人や家族か。え？何？急に任された？あ、ごめん。あ、いやいやいや、こっちもどうしていいか分かんなかったえ？何？どうした？何か考え事？いや、記憶を失う前の自分って一体
どうやって人と接していたのかなと思って。まあ確かに記憶がないからね、自分の性格もどうだったのかもわかんないだろうし。少し気になっただけ。そっか。なんて言えばいいのかな。うん、向こうからしたら気持ちが常に見られているわけで、うん、それでずっと一緒にいられるものかなって。え、一緒にいられますけど全然大丈夫。うん、よいしょ。目に見えるものだけが全てじゃないと思う。確かに感情がつなげたとき少し気まずいかも。それでいいと思うから一緒にいるんだと思う。うん、心が見えるとか見えないとかその人にはあまり関係ないことなのかもしれないよ。私は私みたいな。うん、お、よかった、納得してくれた。そう言ってくれると少し気持ちが楽になる。そうか、よかった。君はいる？え、何が？よいしょ。一緒にいたいと思える人。今のところね、ハルト君え、あ、なんでもない。あ、え、なんかいい BGM 流れてきた。はあ、人よりも自分の心の色が見えたらいいのに。まあ確かに自分の心の方が分からなかったりするしね。俺は今は君と過ごすこの時間が一番楽しい。嬉しい。そうなんだ。そう思ってくれて嬉しい。なんだかくどかれてみた少しはハルト君の特別になれたかな。あー、どうだろうな。自分的には嬉しいが一番だな。うん、そういう風にあまり言わなかったからなんでその喧嘩を売るの。びっくりしたわ。そう、うん、君とこうして話してる時間は嫌いじゃない。わあ、よかった、嬉しい。自分でもたまにのんきなものだなって思うことがあるけれど。いやいや、心の支えの一つにでもなれたらね、嬉しいよ。でも君が俺の相談員で来てくれてよかった。わあ、嬉しい、その言葉。よいしょ。開始。お時間です。部屋にお戻りください。もう時間か。早いな。最近少しだけこの面会が終わるのが名残惜しいと思う。え、そうなんだ、嬉しいへへっつって記者のことよろしく。任せてくれたまえ。連絡待ってる。オッケー、待ってて。うん、わかった。今夜記者さんに電話してみよう。いやー、ふう、なんか緊張する。なんか緊張する。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。イワルでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったら。チャンネル登録よろしくお願いします。